はい、おじでーす。さあ、今回はね、オータッチの最新プロジェクター、これね、今日は紹介しております。で、なんかね、視聴者さんからのコメントで、なんかゲームの画面がね、なんかおかしかったみたい。スマートフォンがもう熱暴走を起こしてるからかな。ね、今もほら、ピントがなかなか合わないんだけど、で、暗くすると、今度スピードが取れないんだよね。まあ、カメラ知ってる人だったらわかると思うんだけど、大変なんだよ。ムービーがないと。まあ、でもね、そういう知識がない人たちが、やっぱ視聴者さん多いから、しょうがないんだよね。ここの現実の世界、ここでどういう映像になってるのかっていうのを、その録画された動画から推測するっていうのは、やっぱ難しいんだよね。すごくね。まあ、そんなわけでね、ゲームの画面がなんか、あんまり良くなかったらしいので、なのでね、もう一回撮り直ししようかなと思います。じゃあね。で、このプロジェクターのボリューム、今最大になってるんだけど、まあ、小さくはないよね。まあ、これぐらい音が出ればね、もう上等だと思うよ。画面もさ、これ、こんなに、これ何インチだったかな、これ。だいたい6、70インチぐらいはあると思うんだけど、80インチはね、ないね。80はないと思う。ね、70ぐらいはあると思うんだけどな。まあ、よく知ってる方だと思うよ。1万円だよ。1万1000円ギャグ、約1万2000円ジャグだよ。こんだけ落ちれば上等だよね。露出がね、固定できないからな。見やすいよ、すごく。まあちょっと無理しちゃったからしょうがないな。全然ね、苦にならない。綺麗だよ。発色がちゃんとしっかりしてるからね、見やすいよ、しっかりと。ね、1万2000円弱で、ここまで、しっかりと見えれば、いや、おんの字だと思うよ。発色が、おかしくないもん。ね。で、ヤーバーの V9 とか、K1 とかね、ああいうのに比べると、
派手さはないよ。ね。でも、目が本当に疲れない状態で、発色がね、綺麗なんだよ。IPS モニター、ポータブルモニターとかで見てるようなね、そんな感じ。よし。週は勘弁してくれよ。せめて3週だね。走りやすいもん。ちゃんとコースの先見えるし。これはひどい。これはひどい。あんなに、あそこまでブレーキ踏んで、ダメなんだもんね。やられた。これもしょうがないね。大渋滞。ごめんね。申し訳ないね皆さん。申し訳ないね皆さん。ごめんなさいね。AI すごいな。ガン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 倒して。そうはさせるか、バカ野郎。抜けてく一台いた。みんなこれ行っちゃうんだからね。すごいね。
そんな感じでね、ゲームは、なめらかです。本当に。ね。でね、V9 とか K1 みたいに、明るさがあれば、もっと楽しいかもしれないけど、まあ、ギリギリだね。本当に。ギリギリ。で、600足ルーメンの明るさかなーっていうと、ちょっと怪しいなーって感じはするけど、まあでも、夜だったら、しっかりと、まあ、不満はないと思うし、ね。うん、まあ、こんな感じです。参考にしてください。ね。ゲームの画面はね、でも悪くないよ。ただね、やっぱコンパクトなんで、フォーカスが K1 とかああいうのに比べたら、全体的なものがね、ちょっとこう、ね、もういいっていうかね、ドンピシャの真ん中にするにはね、どれくらいかな？今ね、今フォルツァモータースポーツ7っていうね、あの文字のところで合わせたんだよ、ピントを。手動でね、合わせたんだけど、この文字に合わせてフォーカスを合わせたんだよ、さっきね。で、そうすると、やっぱこう、真ん中の方がね、若干ちょっとフォルツァ6とかね、若干眠い、だ真ん中に合わせるのがいいのかな、どうなのかな。おじいはここに一回合わせてたんだけど、そうするとここ中心に外側の文字がっていうね。でもね、2万円までの、2万円台のプロジェクターまでは、このレベルなんだよ。ほんと。で、K1 クラスになると明るいんで、なんかもっとくっきり感が出てくるんだよ。まあ、元のやつはそんなに変わってないんだけど、明るくなると、なんていうかな、明暗がはっきりくっきりするから、くっきりと見えるんだよ。なんとなく。で、このね、カスタマイズっていうね、ここのところが、例えば、今眠ったいでしょ？これね。じゃあね、ここにフォーカスをじゃあ合わせます。はい、今ね、ピシャッとこう合わせたね、うん。で、このカスタマイズっていうところに合わせると、ここもドンピシャで文字が来てるし、この横の懐かしさにしたろうも、これもドンピシャで来てる。ほら。で、フォルザ6の文字がさっきよりはちょっと良くなったかなって感じがするけど、こっち側の右がちょっと眠くなったかなっていうね。まあ上の時計のところも、まあこんなもんかな。でもね、このフォルザ7、ここが非常に眠くなった。ね、まあね、どうしてもLCD の大きさもあるし、あれ戻らなくなっちゃった。よいしょ。まあ戻った。ね。なんか調子悪いな。周り、ここにあって移動したくなっちゃった。楽天ハンドそろそろ寿命かもしれない。タッチしても周りが移動したくなっちゃった。壊れてきた。楽天ハンド。ね。まあ、1081円分働いてくれたからまあいいけど、ね。まあ、そんなわけで、本当にね、この1万2000円で、でも、本当にね、ここまでのフォーカス具合ね、まあ、ごまかすことができて、見やすいんだよね、発色が。で、暗いってわけではないし、明るくはないんだけど、明るくないよ。だからここももうちょっとこう、ピシャッとね、K1 だと、ブワーってこう明るいから、もう K1 と比べたら暗いよ。ね、V9 にも、V9 が、あれが、どんぐらいだっか、これとそんな大して変わらないルーメンで売り出してたと思うけど、ね、でもね、1万2000円だからね。
ここまでいければ、まあ、同じじゃないですか。まあ、平均値。この真ん中が見えないから、真ん中でフォーカス合わせてっていうのが、ちょっとできないんだけど、でも、まあ、ここまでごまかせればいいんじゃないのかな、と、おじいは思うけどね。どうでしょう。いるわでもちゃんとくっきり出てる方だよね、ほら。濃いよね。濃さはある。ね。濃さはある。で、さっきこれゲームモードにしてたけど、これをね、モードをノーマルに戻すとどれぐらいかな。さっき映像モードをね、これゲームにしたんで、標準、あ、そんなに変わらんね、標準にしてもね。で、ゲームやってて、音は変わんないだね。これ、音のモードがないんだよ。そこがびっくりなんだけど。ね。はい。まあ、一長一短ということです。12000円だったら、でもね、これね、フル HD だねって言われそうだし、あの、720p だけど、明るく見えるよねって言ったプロジェクターもあるけど、ねえ、まあ一長一短だと思うけど、でもこれはちょっとプロジェクターとしての重要な部分の底上げをして、あの他を取っ払ったってバージョンだと思うから、12000円でね、12000円以下でオートフォーカス、まあ自動台形補正はないの、オートフォーカスはあったっけか。あったかな、どうだったかな、12000円であったかな。まあ、少なくとも、この、オータッチの、デビューの、あの、お弁当箱よりは、こっちの方が、多分明るいはずなんだよね。おじいの記憶だとね。はい。とりあえずね、おじいも動画見て確認するけど、ムービーで撮らないと、本当フレームレートがね、稼げないしね。残念なんだけど。でも、これぐらい、でもこれぐらいの大きさで、だって、おじいの手柄って今これぐらいだよ。ね。結構あるよ。これ、あの、大きさが。これぐらいの大きさの印紙でこんだけ見れれば、12000円弱だからね。おじいとしてはちょっとプッシュできるかなと思うんだけどね。少なくとも、あの、W から始まる安いやつあるじゃん。7000円とかぐらいで売ってる W から、おじいも前紹介したことあるけどね。あの W から始まるのに比べたら、もうチキとスポンポンでこっちの方が全然いいと思うんだよ。ねえ。で、ウィミュースの P61 か。ねえ、あれも、あれ多分 720p だよね。あれと、もう一個なんだっけ。どこのだっけ。トッププロ。ね。トッププロ。あれも良かったね。トッププロがね。TR23 だけか。あれもすごいコンパクトなんだけど、あれも良かった。で、トッププロは、すごく良かったんだけど、ちっちゃいんで、ほんと。サイコロ型でね。これよりもっと全然ちっちゃいんで、だからその、投影距離がさ、近くだとすっごい綺麗なんだけど、明るいし。あの、離れると、やっぱもうその、元々の中がちっちゃいから、限界があるんだよね。だ本当にデスクの上でポン置きで見るぐらいがいいかなって。多分、トッププロだと、ここまで離れても限界っていうか、ピントが合わないもんね。本当。だそういった面ではね、これ頑張ってるかなと思うんだよ。今、本当ね、12000円までの、ここら辺のやつで、電動フォーカスのやつ、密閉式構造で、ここら辺の競争が熱くなってきたね。ほんと。気軽に買えるっていう。逆に、ちょっとケチって、あの、1万円以下の中途半端な、しょうもないやつあるじゃん。あれを買ってる人たちってかわいそうだよね、ほんと。まあ、勉強だけどね、でもね。おじいが本当おすすめしているこの1万円から12000円までのこの密閉式のデジタルフォーカスのこういったのを買っていけばね、間違いないんだよ。
1万円なりの満足度はね、あるんだよ。で、こっから1個ステップアップしたかったら、やっぱコスパがいいのは、いわばV9 だよ。ね、2万円ぐらい出すんだったら、あの発色具合やっぱナンバーワンだと思うよね。いわばV9 だよ。で、いわばV9 からもう一個上狙うんだったら、もう K1 だよね。K1 がいいと思う。ね、で、その上狙うんだったら、もう4万円まで手を出して、そこから上に行くんだったら、もうレーザー買った方がいい。ね。とりあえず30万円行こうよっていう。ね。それまでのやつはね、中途半端だから。ね、そう思います。はい。そんなわけで今回は、このね、オタッチ、ね、ゲームプレイをお見せいたしました。ね。さっき Xbox 360だったしね、ちょっと古い世代のやつでしょぼかったから、やっぱ、Xbox 1 だと違うでしょ。今これはね、サスペンド。これね。これね。はい、これで戻った。ね。自動的に暗くなっちゃうんだよ。ね。あと本当ね、明るさが足りないから、本当ここら辺が、こう、ボケてるように見えるっていうね、元気なおじいっていうね、ここら辺がもう、これが限界なんで、本当ね。まあでも、1万2000円だったら頑張ってると思います。はい、参考にしてください。以上です。またね。バイバーイ。